皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。ピンポン The Animation の庭でございます。Let's go! 始まりましょう。ピンポン卓球マスタータイム。生まれてこなければよかった。スコンクで負けた。負けたよね。世界中の笑い者だ。世界中は誰も気にしてないけどね。さ、悪いけど今日帰ってくるよ、ペコ。空気よどむ。よどむ。ああ、もう恐怖なってんだね、あの人。お好きのないやばいやばいお兄さん、おスマッシュスマッシュバックインサイド、ほっあすげえなあれってそういうことやな。そりゃそうだろ。もうショーの代表じゃねえから綺麗じゃねえ。やあのバナ黙れ邪魔だって。カットマン？ああいますよ。ゴーだ。ゴーさん呼んでる。この人かよ。あの二人この学校じゃねえよって。同じ週教練。続きだ監督。あいつどこだーって。そんなにやりてえのあの人と。何ホーキー。ここは静かで安全。なんでここに隠れてんだよ。落ち着く。なぜ？なんでここで逃げてんの？僕はここにいたいんだ。息も殺して静かに、ロボットみたいに。これは若い頃の。だから放っておいて。スマイル君なんだ。それは違うぞ、スマイル。血は鉄の味をする。お前の俺には、お前も俺にもう何？血は流れてんじゃねえかって。これペコに助けられた？これ飛んでるやつってペコ？だからペコに本気出せない？ピンチの時は助けてくれるヒーローの参上。ケンさんって書いてるけどね。おお、モヒカンはペコではないんか。お前かよ。ペコなら多分駅前の卓球場ですよ。地図書きますから自分で行ってくださいね。それで今日か。そういうこと言ってっとね、月本。本当にいじめるよ。それが今日の今日か。違うか。そうじゃ。それが体育会の。理屈言ったらあかんねんな。ミスター月本、君もう田村に行くな。星野とは打つな。どういうこと？あいつと打つと下手になるって。打つもん星野が相手だとさ。抜きませんよ。抜いてるよな。自覚。ミスター月本は明日から毎朝5時に私とトレーニング。やば！私とトレーニング？というウィークポイント、インハイまでに克服します。おお、やろうやろう。スポッコン。レッツスポッコン。それでは明朝の5時。てか頑張るね先生。ミスター月本。毎日5時とかやばいよ。No problem。ミーは尽くすタイプだっちゃ。尽くすってよ。よかったな。やべえって。朝の。幸せにね。パタパタパタ。イエー！卓球！卓球タイム！パパ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 。おう。イエー！俺は卓球ボーイ。パタ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 。ほう。負けませんよ。卓球ファイヤー！パタパタパタパ。おうおう、うち祭りよ。ピンポンザアニメーションブラザー。新しいが時代が来たのに見つまって、すべてまっすぐまっすぐで逃げ道なんかねえんだ。瞑想中、暴走中。比べて落ちていくのか。比べたらあかんで。あ、違う、可愛くない？これさ、月本やないか。で、ちょっと月がここについてるやん。可愛いじゃん。もう一人の星野ってやつか。星がついて、月本は月がつく。そりゃ可愛いじゃん、ユニフォーム。
星と月、そういうことやな。なんだっていつだって気持ちいいことをしたいだけ。レッツゴーレッツゴーレッツゴー、卓球ターン。炭酸も軟弱になったもんだね。炭酸健康ブームだかなんだか知らんが、この微炭酸中のだけはどうも。よースマイル、終わったんか部活。行ったんや田村んち。来週やらされただろ、俺サボったかんよ。お前も大変だな、俺が休むたんびに先輩に絡まれてよ。そうやな。それも今日までだ、俺卓球やめっから。やめんのかい。うんってお前ね。嫌ならやめたらいい。超クールや。いいんじゃねえか。無理して続けることないな。うん、やめちゃえよ。お前スカンクされたし。あとどんくらいある？インハイの予選まで。2ヶ月。やれやれ、落ち込む暇もねえのかい。おばば、4番借りるね。銭はもらうよ。銭もらうんかい、おばば。今日で4日目だ。私は一人寂しく体育館でラジオ体操をしている。来ないのかい、お月見と。来てくれない。ミスター月本。ミスター月本。いけないのですか、ミスター小泉。コーチの仕事というのはね、指導する選手が存在して初めて成り立つの。まあこいつはそんなにすごいってことやな。選手としての自覚ありますか？ないです。ないんかい。君にはとにかく卓球のことだけ考えてほしい。今何考えてる？5問目です。ナンセンス。高校の英語教育が何の役に立つ？それな。ウルヘイ先生、聞いちる。ウルヘイって。暇つぶしなんです。イングリッシュテスト40分まで。おい、おっぱい書いてんやないか。覚えるのもどうせ死ぬまでの暇つぶしですから。マジかよ。スマイルはピーナッツ派、キャラメル派。キャラメル。キャラメルだろ、うん、これって常識な。常識だよ。ところが近所のコンビニピーナッツっけ置いてねえの。パチパチとか邪道じゃん、やんなっちゃ。邪道やな、ほんまに。何食べてる？ハンバーガーだよ。ノットバーガー。バーガー。バーガーなんですね。油を使ったコレステロールの塊だ。お、なんか弁当持ってきた。お前先生めっちゃひいきやん。やるための体を作る健康食だ。やば。愛ね。これアイス。やば。先生ちょっとひいきすぎやろ。この老いぼれにも春がやってまいりました。やばいってそれ、英語書いとんじゃん。小泉さん、やばいってラブレターが入ってんのかよ。なになに、小泉かね。なんか小泉やないか。おい、ちょっとメニューやないんか。トレーニングのメニューか。変化つけて、もっと粘れ粘れ、動かせ足を。小泉って力入るとこんな感じですか。めっちゃうざいな。春だしよ。あれ星野来てんじゃん。やめてねえじゃん。しかしスマイル怒鳴られんのウルトラ嫌うかんな。ウルトラ嫌うんだ。抜かれるな。なぜ攻めない。ミスを待つな。行くんだそこで。何と言わせる。やる気あるのか。めっちゃ怒鳴るやん。やる、もうやる気失せたやな。逃げた。しょうがねえ。ワイトワイト。めっちゃうざいもんね、先生。わかるよ。おお、今日は富士山がよく見えるぜ。元気出せスマイル。いい天気だぜ。何、たこ焼き食うのか？何それ？なんだか最近疲れるよ。人間関係とか。急にしてもどんどん複雑に超なくなってくる。田舎なのかわかんねえんだけど、時代がつかめへん。ちっとおめえには厳しすぎっけど、小泉のコーチングは的を得てんと思うよ。違うんだペコ、僕は楽しければいい、面白ければ十分。まあその気持ちわかるよ。勝つために何かを犠牲にしたり引きずり下ろしたりしたくないんだ。だからペコを勝ちたくないんだね。ペコが負けたら嫌な気持ちになるからとか。自分は
海洋学園2年風間隆一であります。あ、はい。本日は練習を見学させていただきに参りました。ああ、どうぞご自由に。なんでドラゴンが昨年のインターハイ王者だぜ。へえ、良いじゃね。なんでまだ勝たせ引き抜きだ。でも来てないじゃん、星野と月本いないじゃん。外へ出ないか、ミスター風間。うちの選手は気が小さいのでね。今日は月本いないよ。お目当ては彼だろう。彼を見たのは中学最後の県大会。その試合彼は負けましたが、コントロール、スピード、ゲームメイク、反射神経、集中力、すべてにおいて中学生離れしており。やば、めっちゃこうって。おお、脅威に感じたのは、佐久間学ぶ。今はうちの1年。佐久間学ぶ、やばい顔してる。卓球道場に通っていたと。同じ道場のやつらに負けるんだね。人間の反応時間の限界は 0.1 秒。そこへ可能な限り近づくことで卓球の極地に至る。極地。太陽理事長の言葉だ。はい。浴衣を着て行うタイプのものとは本質が違い。それうちのこと言ってる。つまり君は月本がこの学校に不釣り合いだと言いたいんだね。軽軍の一角に移ります。軽軍の一角。ミスター風間にクエスチョン。尊敬する軍って意味なのか。予選でうちの月本が君に勝つ確率どれくらいある。ないと皆無です。皆無か。この星の一等賞になりたいの。俺は世界チャンプ目指してんだな。これが夢なの。頑張れよ。じゃあ超やられたんじゃないか。単純なのよ、チャイナに。人様がどうなろうが敗北なんか楽しめねえかんよ。とにかく勝ちゃいいかんね。それかっこいいね。応援するよペコ。ほんなら明日も部活来いよな。おめえいねえと練習なんね。お、やば、トビに。ちょっとハンバーグ食われたんだけど、このおばさんの。いやー、でもほんまにね、スマイルロボットか。なんか聞きますが、どうして僕だけ違うメニューなんですか。まあ才能があるって思われてんだろう。違う選手だからだよ。急ごう、ハニー。我々には時間がない。やばいって。二大練習。しごきだぜ。二大練習きつっ。もっと早く。止まらない。動いて。厳しいとこ出すな、五郎太。五郎太頑張るね、スマイル。ほっ、ほっ。あいつマラソンすげえ速いんすよ。足が速いんや。持ってきたのか。でも月本さん頑張りますね。コンビニっていつ行ったんか。ああ、落ちた。狙いの月本とんないでしょ。やば。こんなことしてどうなるんですか。強くなる。強くなってどうなるんだって。下るよ。賞状やトロフィーがそんなに大切ですか。頂上に立たねば見えない風景がある。僕は興味ないです。君はそうやってすぐ自分の殻に閉じこもる。僕の生き方です。先生には関係ない。ならば試合を申し込むよ、ミスター月本。おお、来た。君が勝ったら私は今後一切君を干渉しない。やば、先生70歳やろ。私の犬になってくれ。ワン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 。頑張れよ。でも勝てるか先生、70歳だよ。結構きついんじゃねえか。小泉先生。ミスター小泉だろ。来た。あの五郎太本気でスマイルに勝つ気かな。無理無理、昔は鳴らしたらしいけど月本の敵じゃないよ。頑張ろう。教えてあげるよミスター月本。君の卓球がいかに軟弱で脆いか。やば、くるくるくる。ミスター小泉。おい、顔が早っ。今僕でもリターンしたもんね、したもんね、したもんね。ワンラブワンラブ。大人気ないっすよ先生。強い。怒るか。
軟弱な卓球ですね。闘志をむき出しに挑む相手に対し、ほら君は怯える。怯えるんや。だから超アグレッシブに行くんだね。よく知ってる。スマイルが嫌がること。それを狙ってんだね。君の考えてることが手に取るよ。やばい顔してる。すりゃ勝つ。打球に対し君はストレートへほぼフラットに返球する。ここだ。全部読んでる。やば。そして君の見切りは極めて早い。その潔さ甘い。その薄い羽では海を渡る。先生分かる分ける。敗北と挫折、喪失とした。喪失としたん。キャラ苦労と絶望。こりゃ棺桶に片足突っ込んだじいさんの虚無と堕落。怖えわ。先生教えてあげるよ。ミスター月本、エイトラム、君の甘さを、勝つための強い心を。おお、でも先生頑張りますね。蝶々先生、ここは静かで安全なところだ。とても落ち着くんだ。逃げちゃうんだね、このクローゼットの中に。誰か来る。大丈夫、僕はここで平気なんだ。ダメだ、僕はここにいたいんだ。いたらあかん。外へ出たらまたまたまた。何、なんかすげえトラウマされたんだね。でも4いけたやん。ヒーローケンザ、ヒーローケンザ、ヒーローケンザ。自分？これはひょっとするとひょっとするぜ。3ゲームでしょ。なスマイル、お前は甘さが抜けねえの。お、弱点のミドル攻撃。ミドルが弱いんや。フォアで打つか、はい。打つか迷うところ。そうだよね。バックカットでロングに打つと決めている。マジか。実にワンパターン。まあわかるよ。ミドルだったらどこ行くんだろうな。俺はこうかな。私の犬になる覚悟はできたかね。お手と言ったらお手をする。フォーハンドにも行かないかな。やってもらうぞ月本。私は君の首に縄をつけて毎日散歩する。やばいかと言ってるんだよ。高齢化社会を支える人間の鏡。高齢化社会を支える人間になる。僕に構わない。サイボーグ、笑ってもいない。電池波、いるだけなのに。スイッチどこ、言われたことだけ。ルンバーロボットみたいとか言われたんだね。ヒーローケンザ、ヒーローケンザ。自分がヒーローになるんだよ。ヒーローは来ねえよスマイルって。力を解放せよ。お前は鉄でできてるんじゃないかって。てめえには何も感じねえだろうって。誰にも傷つかれねえだろうって。来た、アイアンマンになれよ。お前はマシン。来た、ふぅー、マシンボーイ、バンカー行けよ。おお、ミスター、知ってんや。大声張り上げるほどのことじゃないでしょ。おほー、でも黙ってください。やば、怒ってきた。不愉快なんですよそれ。立ってる。なんかすごく反則の感じ。はい、かっちょいい、かっちょいい。さあ、イレブンシックス、ゲーム中月本、月本取ったやないか。しかしこの検討は大したもんだよ。70過ぎだろあのじいさん。もつれりゃ驚いたです。スマイル、ほんまにレベル上がったな。お前いつの間にそんな打ち方。不愛想なガキだね。挨拶もできないのかい。こいつ笑わねえんだ。卓球、卵握るみてえによ。教えてあげたんだ。来た。お、先生やられた。立ちませんか。そうやっていちいち間を開けられるとすごく。やっば、言うことえぐいって。ないでしょそこ。やっば、言ってる。5分くれないか。サイボーグ、彼危険するそうです。あ、今の嘘、取り消す。
いいぞミスター月本。やばいって、ほんまに軟弱じゃなくなった。やばいぞ小泉、あれ完全に壊れてるぞ。月本非常だな。月本やばいって。わかるだろミスター月本。ミスター月本、君が玉を追うのではない、玉が君を追うのだ。な、何の話やの。そういうことか。感じるだろミスター月本、玉が君を追うの。さあ見せてくれ君の性能を。抜くぞ、拾ってみせろ。おお、いける、サイボーグ。ふぅ、先生死ぬここで、マジやばい。僕もペコみたいになれるかな。先生やばいって。ペコみたいに。あー先生きつ。おい、ひっくり返っちゃった先生。頭すごい音したぜ。わお。やばいって、まあこれ試合ナッシングになるからだよな。本当だ。打ちどころ悪かったか。ちょっと言い方。どこ行くん。上がります。上がるんかい。それやばいよ。仕方してんのかよ。おい待てよ月本。何する。やばいって。先生を半殺しにして去るのかよ。わお。ああ、次もと。もう小泉ってほんま、やられちゃったね。いやー、面白い。楽しいね。スポコンやっぱ好きやわ。てか、このストーリー曲がって楽しい。すごい普通じゃなくて好き。僕らはね。ねえ。俺の多分一番好きな日本のスポコンアニメって知ってるかな、ワイルドストライカーだと思うねんな。めっちゃ古いよねきっと。2002年か。これ超大好きやったんだよね。ハングリーハートワイルドストライカー。いやー全然話は違うけどね、やっぱこういう、あでもアイシールド21も欠かせないな。やっぱりスポコン楽しいよ。誰からも皆さんご視聴ありがとうございましたよ。これからもぜひご覧いただければよ。面白かった高評価またコメント登録の方お願いしますぜ。ピンポン、これからも見るから、こんな俺の動画もぜひ続けて見ていただければと思います。ボバイオキリ。